はい、どうもこんばんは、おっくんです。今日撮っていく動画の内容なんですけど、まずチャンネル登録3000人突破しました。3000人突破しましたっていうことで、お礼の動画ですね。お礼って言っていいのかな、なんか感謝の気持ちを伝えようと思います。もう僕ね、一番最初にそのこれ1000人突破しました、2000人突破しましたって言った、動画の時にもね、常々俺はこう思ってたんですけど、一番最初本当何十人とか何百人とかのこう時代があったんですよ。でチャンネル登録がこう1人増えるたびに一喜一憂して、やったーっていうような、あれもものすごいなんかこうチャンネル登録減ったりもしてたんですよね。やっぱしんどいなとかこういろいろ思う時もあったんですけど、なんかそういうことの繰り返しで、だからなんかその YouTube をこう投稿し続けていく間にその何が変わったかなって思うと、なんかねちょっとね自分にね、なんかこういい意味でなんかその自信がついたではないけど、自分がこう思ったとか、俺はこういう風に生きていきたいとか、自分のその発信してる内容をいいんじゃないって言ってくれる人がこう意外といたっていう、で応援してくれる人もいたっていうので、なんか今まではこう陰でこうこそこそ隠れて生きてきたのも、やっぱしなくてよかったんだっていう、なんかそのもっとちゃんと普通に生きてよかったんだっていうのを、なんかこう改めてそういった意味でね、こういい意味でこう自信がついたなと思います。ごめんなさいね、台本も何もないんで、こうその時思ったことをこう感じたことをこうなるべくねこう喋っていこうっていうようなスタンスなんですけど、いつも、とりあえずねチャンネル登録3000人ってね、こんなにありがたいことないなってやっぱ僕思ってるんですよ。3000人ってすごくないですか。だってなんかそこら辺のこうちっちゃい村とかだったら多分3000人ぐらいなのかな、なんか そんじょそこいらのその村人ぐらいの人たちがね、その僕のチャンネルに登録してくれてるっていうのは、こんなに嬉しいことないなと思って、もう本当にね3000人目指しますって言ってて、本当に3000人に来れて、で次は頑張ってね、1年後になるかもしれないし、3年後になるかもしれないし、10年後になるかもしれないけど、次は頑張って4000人をね目標に頑張っていこうかなと思ってます。いきなりねその10万人目標にしますとか100万人目標にしますなんて、おそらくね多分いけないんですよ僕はもう そんなねこうなんか何十万人とかっていうのはね、おそらくそんなポンとこういけるような、そういった内容のチャンネルじゃないと思ってるんで、もう僕は僕でね、こうありのまんまの自分をこう淡々とコンスタントに日々こんなことを思ってるよっていうのをこう皆さんにお伝えして、それでこう、いいんじゃないそういう生き方もとか、お前頑張って生きてねっていうようなこう応援してもらいながら、コツコツ日々動画を上げて、少しずつこう皆さんと一緒になんかこう大きくなれたらいいなって、皆さんと一緒に行ってたらなんか上から目線になっちゃうね。なんかこうみんなも俺が発信する内容で、こんな考え方あるんだとか、こういう風に悩んでる人っているんだっていうのをこう知ってもらいつつ、俺もそのみんなのおかげでこう成長するっていうのはこうお互いにとってね、こういいようなチャンネルであれたらいいなと思います。あとはこう本当なんかこうたわいない会話だったりとか、そのくすっとちょっとこう笑っちゃうような、そういった動画もね上げていけたらなと思ってます。何はともあれね、チャンネル登録3000人、達成させていただいたのは本当にみんなのおかげだと思ってます。で、ね、嬉しすぎるとね、もうなんか言葉ってなかなか出てこないんですよ2000人突破しましたの時もそうだったんだけど、なんかねこう実感がないんですよね。そんなにその僕のチャンネルに3000人の人が
わざわざ登録ボタンを押してくれてるっていうのが、そしてなんか3000人の登録者がいる YouTube チャンネルっていう、なんかその実感が正直あんまり湧かないんですよね。なんか数が大きすぎて、実感が湧かないです。あの大物 YouTuber さんからしたらね、たかが3000人じゃないかってね言う人もねいるかもしれないんですけど、僕にとってはね3000人ってもうすごい数なんですよ本当に。だから今日はちょっとねいつもより多めにお酒を飲もうかなと思ってます。嫁に怒られるかな。今日はねちょっとあの嫁はね横にいないんですけど、車の中で撮ってるね、家に帰って撮ってもよかったんですけど、ちょっとねいろいろね家の中ですることも立て込んでて、まあその撮影できるような状況じゃないんで、今回ね僕一人の報告になってしまったんですけど、チャンネル登録3000人本当にありがとうございます。で、これからはね次は4000人を目指して頑張っていこうと思っていますんで、よかったらね僕の動画を、最近の動画を見て知ったよっていう方ももしいらっしゃったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、この3000人ありがとうございますの動画とは、別にですね、また本当はこれ動画分けた方がいいのかなと思うんですけど、アンチコメントっていうかアンチだけじゃないんですけど、なんかこう僕に対してなんか攻撃的なコメントをたくさん残してる方がいらっしゃるんですよね。本当ものすごい多いんですけど、僕はもう名前出さないですけどね、それはこの人がこんなこと書いてたなんていうのは僕はもうするつもりは一切ないんですけど、それに対してちょっとアンサーをしていこうかなと思います。その綺麗にねそっくりそのままなんかこう返していくっていうのはこうできないかもしれないですけど、結構な数いるんで、やっぱその人たち一人一人にこう、この件に関してはこうだよとか、俺はこう思ってるんだよっていうのをね、こう一人一人にこう全員にアンサーしていくっていうのはちょっと難しいんで、大枠にちょっとくくっちゃうんですけど、そこはねちょっとご了承ください。であと気づいたのがね、なんかコメント欄でなんかこうこれはこうだろうああだろうみたいなのがあったんですけど、まずねそういったなんかこう多分もう一人の方はね、なんかこう、僕のことをこう、なんかこう、悪く言ってないような感じなんですよ。で、もう一人の方も、別にその、俺のことをなんか徹底的に悪く言ってるっていう感じではなくて、なんかこういった可能性があるとか、こういった危険性があるから、みたいな、なんかその人はね、その人なりに、やっぱこう、いろいろね、思うところがあって、そういうコメントを多分してくださってるんだと思うんですけど、別にね、コメント、書くのは自由なんですよ。全然。で、僕はそのコメント消すつもりもないですし、一時期あったんですよ。そのコメント消すこともできますよ、みたいな。本当にしんどかったら、こう、コメント消したりする機能もあるんで、なんかそれ使ったらどうですか?みたいなことも、いろんな人から言われてたんですけど、なんか別に消す必要ないなって思って、見てね、うわ、なんだこのコメントってなるのはもちろんあります。それはあるんですけど、その、なんていうのかな。自由じゃないですか、その人たちも。だからそこはね、こう、勝手にやってもらっていいなと思うんですけど、それなんかこう、ああじゃない、こうじゃないっていう、僕にとっては僕に対して厳しい意見を言ってくる人も、そうじゃない人っていうのも、みんな違うだろうって言うかもしれないですけど、大切なその視聴者さんなんですよね、僕にとっては。僕のことを悪く書く人も、そうやってこうやっぱ YouTube チャンネル、僕の YouTube チャンネルの、動画を見てくれて、いやこいつこういったとこあるよねとか、こういったとこ気をつけた方がいいよねって、こうわざわざその僕のチャンネルに来て僕の動画を見てくれて、こう書いてくれてるっていうわけなんで、僕に対してこう厳しい、なんかひどいこと言う人っていうのも、僕にとってはねこう大切な視聴者の一人なんですよね。
で、その、まあ、僕のことはこう悪く言わずに、いやお前こうだろうみたいなことを書いてくれてる人も結構もう何十人っていらっしゃるんですけど、その人たちももちろん大切な視聴者の皆さんなんですよ。で、その人たち同士がなんかこう、まあ、いがみ合うではないけど、なんか意見をぶつけるのはその いいことなのかな。まあ、これハリエさんにも僕相談したんですけど、まあ別に悪いことじゃないんじゃないっていうのをまあ言われたんですよ。その意見をお互いぶつけ合ってるんだったら、まあそれはそれで勝手に、ね、好きにやってもらったらいいんじゃないっていうのを言われたんで、うん、そうなのかって思うんだけど、やっぱね、どっちも大切に思ってるその視聴者さん同士がそうなるっていうのは、なんか僕はなんか嫌だなって思ってるんで、まあね、ちょっとハリエさんのこう発信してるとか、まあ僕に対して言った内容とは180度違うような内容になってしまうかもしれないんですけど、僕はね、できればやめていただきたいなと思います。そのね、お前こうじゃないかとか、こいつ腐ってるとか、まあそういうのは書くのはもう別にもうね、まあ100歩譲って嫌ですよ、嫌なんですよ、書かれたくないんですけど、まあでもそれはもうね、コメントの機能僕開放してて、その書き込んだコメント、例えば自分になんかこう、まあ、なんだこの人って嫌だなって思うようなコメントがあっても、それも僕一個も消したことないんで、もうそれをこう制限してないっていうことは、それをこう書く権利っていうのがやっぱね、その、まあ、一般的にアンチって言われてる人たちにももちろんあると思うんですよ。でわざわざ動画も見てくれてるわけやから、それはね、仕方がないことって思ってるんですけど、そのなんかこうその人たち同士が言い合いをするっていうのは嫌なんで、まあそれはやめてほしいなって、まあ、そこだけですね。なんかちょっと見るとね、なんかその俺一個人に対してこう言ってくる内容だったらいいんだけど、なんかそうじゃないですよ。だからそれちょっと見ててなんかね、こう悲しくなりますね。だからまあそれはやめてほしいっていうのと、あとはなんかこう実はこいつはこんなやつなんだとか、いやこいつはこんなことがあるんだみたいな、まあ、そういった噂話みたいなのがね、まあめちゃくちゃありますよ。で、あとは実際そういうことじゃないのに、その言葉の一部分だけを切り取って、いやこいつの隠れたそのね、素性というか実情はこんな感じなんだみたいな書き方をしてる人もいるんですけど、ごめんなさい、いちいちなんかそういうのにこう、それは違うんだとか、いやこれはこうなんだとかっていう、本当はね返した方がいいのかもしれない。これは一人一人にこう返した方がいいのかもしれないんだけど、それはね、しないようにしようと思う。まあ、一個はね、そんな時間がないっていうのがね、一点。で、もう一点はね、する必要性がないなって思ってます。うん、する必要性がないなと思う。で、そこでね、例えば、俺が、いやー、あなたねって、実はこんな感じでこうなんですよみたいな話をしたとしても、うん、何も生まないじゃん別に。あ、まあその俺に対するそのなんかこう誤解だとか、なんかこういうやつじゃなかったんだみたいなのこうあるのかもしれないけど、そういうこう言われた相手ってこうたまったもんじゃないと思うから、うん、まあいちいちそんなに言う必要性ないかなと思うんですよ。で、まあその見てくれてる人はね、見てくれてると思うし、あとなんかこうツイキャスの話題も書いてありましたかね、なんかいろいろありましたね。まあでもツイキャスも別に、まあアンチの人たちもね、ぜひこうなんかこう潜るんじゃなくて、お前これどうなんだみたいな感じでなんかこうコメントをしてくれた方がね、僕としてはね、ああその件はこうなんですよって、もう直接その場で言いやすいんで、まあそういったタイミングでね、こう言ってもらえるんだったら、僕はなるべく返そうかなと思います。でもこう一個一個の出来事に対して、まあ、その一般的にアンチって言われるような書き込みに対して、いやこれはこうなんだ、ああなんだ、どうなんだっていうような、そのアンサーの返し方っていうのは、しないので、まあ、今後もね、そういったコメントっていうのは正直いっぱいあると思うんですけど、僕はね、もうなんていうのかな、誰かが書いてくれてたな、なんかその返したいコメントにだけなんかこう返せばいいと思うよみたいな、
で、まあ、それもなんか、うん、なんか引っかかるなって、まあ、僕は正直思ったんですよ。せっかくコメントしてくれてるんだから、どんなコメントなら全部こう読んで、これはこうでしょ、あでしょっていうのはこう返すべきなのかなって思ってたけど、返せないなっていうのが、まあ、正直なとこですね。うん、まあ、でもね、時間はかかるかもしれないけど、そのどうしてもやっぱこう、いやそれは違うよってこう言わなくちゃいけないことってあるじゃないですか。まあ、例えばその、まあ、何があったかな、なんかその女性関係がどうのこうのとか、なんかまあ書かれてる方もいらっしゃったんですよ。まあ、でもその女性関係どうのこうのって、まあ、まずその自分嫁いるしね。でそのツイキャスの配信とかでも、まあ、僕はなんていうのかな、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないし、知らない人は知らないかもしれないけど、まあ、その嫁と一緒にしたりするんですよね、僕で。こう、まあ、視聴者のみんなとこうわーって盛り上がって、なんかすごい、まあ、しょうもないこと話してるんですよ。まあ、バカなことを話したりとか、まあ、主に俺がその嫁にいじられるみたいな。で、まあ、嫁にいじられるんじゃなくて、それだけじゃなくて、その、ね、リスナーの人からも結構いじられたりするんですよね。なんか例えばそのなんかメイド服を俺に着せるだとか、うん、なんか女装してツインテールがどうのこうのみたいな話もあるんですけど、俺はね、なんかそういったこうたわいない話っていうか、なんかこう、あ、何言ってんだろうバカだなってこう笑っちゃうような、うん、なんかね、こう笑っちゃうような、そういうやりとりっていうのがね、俺はなんかすごいこう幸せなんですよ、そういうのが、ね、顔も知らない、ね、会ったこともないんですよ。会ったこともないけど、こうやってね、こういろんな人とこう好きな時に繋がれる時代だなと思うんですよね。その遠いところにいたって、まあ、YouTube のコメント欄見てもびっくりしますけど、アメリカから見てますとか、アメリカってもう僕からしたらなんかもうアメリカってなるんですよね、正直。アメリカなんか行ったことないんで僕。でもそういった遠い場所にいる人もこう僕の存在を知ってくれて応援してくれてとかね、まあ、そのツイキャスに関しても配信すればこう全くコメントをくれない人もいますけど、ね、アンチって言われる人たちも潜ってたりするのかもしれないけど、まあ、それでもね、やっぱこうみんなとこうやりとりしてるのがね、すごい僕は幸せなんですよ。だからまあね、なんて言われても、まあ僕はね、その僕のやりたいように僕が発信したいとか、もう僕がこうしたいんだっていうことをどんどんねやっていこうかなと思ってます。で、まあ、だいたいその僕に対するそのなんていうのかな、変な噂に関しては僕はアンサーは返さないようになるべくしようと思ってます。さっきもね言ったんだけど、まあ、返さないよっていうか、まあ、返せない、全部には返せないんで。だからね、こうちょっとでもなんかこう疑問に思ったりとか、あれこいつって本当はどんな人間なんだと思ったら、その僕の、まあ、これからの僕を見てくれてもいいし、その僕のね YouTube に上げた今までの動画をこう、まあ、見てもらったりとか、あとはそのたまに不定期でやってるそのツイキャスの配信だったりとかね、もう覗きに来てもらって、ああこんなバカなことやってるんだって、ああこんなやつなんだねってこう、まあ見てもらえればこう分かると思うんで、まあ、嫌な人はね、やっぱこう、まあ、とことん嫌だと思うんですよ、僕のこと。もうそれはもう仕方がないことなんで、僕はね、その関わりたいと思った人と関わりを持っていく。でもうたとえその向こうが僕のこと嫌いだったとしても、その僕はね、その人のこと嫌いじゃなかったら別になんかこう言ったりとか攻撃したりとかするわけでもないし、まあ、僕は当たり前に、ね、今まで通りこう関わっていこうと思うんで、何を伝えたいかちょっとよく分かんない動画になっちゃった。だからまあ、簡潔にまとめると、チャンネル登録3000人ありがとうございますっていう内容と、まあなんかこうコメント欄でなんかこうあじゃないこうじゃないっていうのは書くのは自由だけど、こう言い合いみたいなのはちょっとやめてほしいなっていうお願いですね。まあ、ハリエさんはそこはいいんじゃないのって言ってたけど、まあ、僕は、うん、嫌だなと思うんで、こうやって動画にしようと思って動画にして、動画に入れてます。で、あとはまあ、その、アンサーはいちいち
全てのことには返せないっていうのと、あとなんかこうなんかネットのなんか使ってる利用目的がどうのこうのみたいな話に関しても、あの今までのその僕のね、まあ、ネットの配信だったりとか、そのツイキャスの配信とかですよね、とか、まあ、あの YouTube 上でその僕が撮ってる動画の内容のコンテンツだったりとかをこう確認してもらったら、あそんなことないよねってこう分かってくれる人は多分普通に分かってくれると思うんで、いちいちその、うん、ここでは言いませんっていうような感じの動画でしたね。で次はね、長くなってしまったんですけど、チャンネル登録4000人っていうのを、まあ、一つの、まあ、節目として、まあこう目指してですね、今まで通り、今まで以上にっていうのはちょっとね、うん、なかなかもう仕事もいろいろあったりするんでちょっとまあ難しいかもしれないですけど、今まで通り、まあ、俺は俺らしく俺のね伝えたいことやりたいことっていうのをコツコツとやっていきながら、チャンネル登録4000人っていうとこを目指していこうかなと思います。で、あとこれもまあ、うん、なんかコラボ依頼みたいなのが来たんですよ。その僕よりなんていうのかな、その全然チャンネル登録者数が上の方だったんですけど、コラボしませんかっていうような嬉しいお誘いをいただいたんですけど、まあなんか不釣り合いだなって思っちゃったんですよ。まあ、そのなんていうのかな、その僕みたいなのがその人のチャンネルに出てなんかこう喋ってコラボしていいのかなっていう。だからまあそのまんまの気持ちをお伝えしましたね。その方がねこの動画をねこう見てくださってるかどうか分かりませんけど、まあまたねもう少しその僕が成長してなんかこう釣り合うようなまあ人物っていうか、まあそういった内容の、うん、人間に慣れてたら、その時はまたぜひお声掛けください。いつもね台本決めずにねなんかこう喋っちゃうとさ長くなるんですよ僕の動画何をなんかこう似たようなことをぐるぐる喋ってるんだお前ってね、こうもう言われちゃっても仕方がないなと思うんだけど、ごめんなさい、こういうスタイルなんですよ毎回ねこう何話そうとかこれだああだっていうのはこう細かいこと全然決めてないで喋っちゃうんで、なんかねこう話の起承転結がねなんかこう汚いっていうとこがねあったらね申し訳ないなと思います。よし、じゃあ今日の動画はねここら辺で終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークの通知登録で、できればですねコメントもねどしどしお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。